あこんなにオリンピック目指せるところに来て目標にして頑張ってきたのに、あ終わっちゃったっていう風に本当目の前真っ暗になって、なんだろう、自然に涙が出てきて、でも痛かったんじゃなくって、悔しかったっていう気持ちがありました、その怪我した瞬間は。例えば今リハビリやってるんですけど、結構きついんですけど、きついけど、いや絶対ここをやりきったら強くなれるっていう風に自分に言い聞かせてやってます。自分がそうやって発信することによって、結果はどうであれそこまで挑戦する姿を見てもらって、なんか何かがその人たちに届けばいいなっていう風に思います。